すごい、すごい、うん、聞きます、はい、首もすごい凝ってるのでね。凝ってますか。うん、凝ってます、凝ってます、うん、ちょっと取りづらいかもしれない、うん、ちょっと痛いですかね。ちょっと痛い、痛いですかね。やっぱ首は右の方が硬さ強いかもしれないですね、うん、だから、うん、凝っちゃうと本当ね、はい、あのやっぱりほぐしづらくもなってくるので、うん、耳が、ね、入りづらい、うん、どうかな。あ、すごいね、今ちゃんと出てきました。いや、首凝ってますよね。首ってどうしてくるんですかね、うん、やっぱ頭支えてるのが一番かなと思いますね。変な話、はい、何もしなくても凝りますか。そうですよね。もう普通に体を起こしてるだけで、まあ、背中もそうですし首もそうなんですけど、はい、別に特別難しいこと考えなくても、うん、まあ、凝るかも。でも割と楽しく過ごしてたらあんまり凝らないですね。あ、そうなんですか。そうです、そうです。やっぱり気分は大きいですよね。へー、長時間やるとか、もうそのちょっと体を犠牲にするとか、はい、心を犠牲にするってなった時に凝りがひどくなってくるので無理せず楽しくやってれば、はい、そんなにやっぱり同じように過ごしてても凝らないっていうふうに言えますね、うんうん、デスクワークとか、うん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 、だと凝りやすい。それはありますね、結構その同じことするんでも体の力を抜くのが上手い人、その見るんでも、物をその凝視しないで、こううまくこうちょっとこう、はい、なんていうんですかね、まあ、必要以上にピントをこうよくしないで、うまいことや、仕事中でも休められる人とかもいるんですよね。すごい。まあそれは意識的にやる人もいるし、ね、うん、あの無意識にできてる人もいる。そのなんか目悪くなりそうなことしてるのに悪くならないみたいな人は結構その うまいこと目を遠くにやったりとか、こう要所要所で使えてるっていうかね、そういう風にできてると、うん、まあやっぱり疲れにくいとかありますね。疲れやすい人は必要以上に力込めてたり凝視してたり、なんか考え事をしすぎたりとか、うん、まあなんかこうすぐこう、ね、眠る時間を削ってでもみたいにしちゃったりとか、はい、それ無理をしてるとやっぱりなりますね、うん、自分に厳しいというかね、うんうん、もうちょっとだから頑張っちゃおうとかいうことを普段からやってたり。ほぐれてきましたね。あ、本当だ、うん、最初やって、うん、いただいた時と全然違います、うんうんうん、あの左右の感覚もね、近いし、こう動きやすくなってますよね。肉の感じっていうか動いてるのすごい、動いてたら分かりやすいですよね。肩もね、全然下がらなかったんですけど、うん、今だとこう肩も下がってくるし、こう肩揉んでみても柔らかいので、うん、こうしっかり掴める感じですね、うん、今日今やってほしいところありますか。今日、肩やってほしいかもしれない、はいはい、すごい、うん、響きますね、
取りづらい感じなんですか。ここで、うんうん、ちょっと来ますかね。あ、はい、そこですね、うん、首のね、前の方ですね、はい、鎖骨の周りとか残ってるので、ではあれですね、左の方が起こってましたね、うん、そうなんですね、うん、なんでなんいろいろなんですよ、思わぬところでね、なんか無意識にね、いろいろあるんですよね、発見があって楽しい自分の顔って、うん、はい、知ってるようで全然知らないなって、あ、確かにね、気づかされますね、うん、そうそうそう、本当そうですよ、うん、自分、私でもやっぱりあれなんでこんなところが今こういうふうに押されると痛いのかなとかありますもん、うん、一段こう柔らかくなった感じがありますね、うんうん、沈む感じがね、最初よりもずっとだいぶ出てきてますよね、うん、伸ばされてる感じありますか。はい、すごい、うん、の場所っていうか少しうつむくようにしてですか、はい、ということですね、はい、どうですか、気持ちいいです、ね、後ろ側伸びますね、はい、じゃあちょっと手でうつむくようにしていただいて、はい、伸びてますか、伸びてます、はい、していただいて、はい、首の前が伸びてますか、伸びてます、はい、楽にしますね、気持ちいい、
こう肩甲骨が浮いてきたっていうか、こう違いますよね、はい、違います、この辺の凝りがだいぶなくなってきて、頭の後ろで手を組んでいただいて、ぐっと開きますね。伸びてますか？伸びてます。はい、ね、一回ここで息止めて、はーってして、はい、で反対しますね。はい。組んじゃってる方がいいですね。頭の指組んで絡めて、はい、そうです。はい、伸びてますか？伸びてます。はい、辛くないですかね？はい、気持ちいいです。あ、だいぶ肩の柔らかくなってきましたね。はい、なんか分かりやすいですね、うん、肩は、はい、分かりやすく、そうですね、はい、もう本当にプニプニしてる感じですもんね、はい、最初ガチガチっていう感じ で、ね、うん、でしたけども、うん、今全然違って柔らかいです。結構自分でも気になって肩手当てたりとかでしています？しない、うん、かもしれない。なんかちょっとしたストレッチをしますけど、うん、はい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 、そのダイレクトにマッサージとかはしないですね、うんうんうん、触ってみたりとか、はい、はい、あ、可動域がなんか広くなった感じですね。はい、はい、可動域、はい、はい、うん、肩一番実感できます。あ、よかったです。はい、回しやすくなったりとかって感じですかね。多分触この辺ね、プニプニってしてる感じが、あ、本当だ、普段もっと硬いと思うんで、はい、その違いですかね。あとはね、あったかい、あったかい、はい、そうですね、揉みほぐして柔らかく、うん、あったかくなった感じですね。あ、気持ちよかった、よかったです。じゃあ以上ですね、はい、ありがとうございました。はい、ご視聴ありがとうございました。気に入りましたらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。 See you。